こちら2018年の記事からの抜粋です。プロ野球北海道日本ハムの新球場を核とするボールパーク BP 構想に関連し、札幌市は、球団が2023年に札幌ドームと豊平区から北広島市内に本拠地を移した後の収入確保策として、札幌ドームのネーミングライツ施設命名権を売却する方針を固めた。どこが出すのかと。テレビでも取り上げられないドームに金出すより、日ハムのユニスポンサーになった方がマシだよね。また誰も参加しない条件つけるん。俺が勝って無能札幌ドームってしようかな。もうフォークビッツスタジアムでええんちゃう。出てった後って命名権売れるんですかね。自身が北海道の先住民なので札幌ドームからは早く出て行ってほしい。だけど日ハム抜きで札幌ドームの財政が安定するかは不安なので出て行ってほしくない。このコンサドーレのどうしようもない状況よ。伊藤ハムが買うこともできるんか？伊藤ハムが入札しそう。無能秋元克弘札幌市長ドームにしよう。甲子園って名付けたい。伊藤ハムスタジアムで日ハム戦やるってええんか？メットライフドームで楽天試合しとるしいけるんやないの？それは主催側じゃないから別物やな。伊藤ハムプレゼンツの巨人主催試合で札幌ドームで日ハムが試合したことなら前にもある。無理やで。地域保護あるから。メディア露出減るのに誰が買うんや。プロ野球球団誘致云々の話出さなくなったってことはこのバカどもはやっと地域保護権のこと理解したんか？だろうね。日ハム出てったら何に使うんよ。サッカーもそんな使わんのやろ。ハウェイドームとかになりそう。コンサだけで札幌ドーム維持できるのかある意味楽しみ。赤字になるなら潰せばよくね。タナコに出て行かれてやんの。おせよー。試合ないドームなんて買わんやろ。前も売ってたけどどこも買わなかったんだよね。ひしいことに日ハムのいない札度の命名権なんて買ってどないすんねん。まったく広告にならんやんけ。札幌一番ドーム、北海道新聞多目的競技場とかでいいじゃん。一体何回売却してんねん。命名権料の抑制を迫られそうだと言っても年間5億円とかいうバカみたいな条件で今まで一度も応募なかったろ。堅くなに下げない三石の殿様商売なんてハムがいなくなったら即終わりや。しかも札幌ドームを残すというアホ条件。ペラペラ人工芝ドーム。さあ、ドームの命名権も売れず、エスコンに主導権も握られ、散々な札幌ドームですが、2024年は果たして挽回なるのでしょうか。ぜひぜひ皆様のご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。